基本的にはまずノッキンで始めて、ノッキンで巻いて絞り込めたところをリフト&フォール、今度は狙い定めてもう本当にバスの目の前にルアーを落としていく。もう本当にね、イメージとしてはバスがいて、バスの、視界からルアーを消してもう一回視界に入れる。なので、まあそうですね、20センチも上げれば十分、バスのこの視界から20センチ上に消してまた落とす、20センチ上に上げて落とす。そうすると、キャストしてリフトするわけですけど、20センチ上げようと思うと、遠くへ行けば行くほどロッドを動かす大きさっていうのは大きくなってくるんで、まあ、50センチぐらいリフトして落とす、50センチぐらいリフトして落とす、45センチぐらいリフトして落とす、まあ、そういった感じで手前に来るほどこのロッドを上げる幅っていうのは少なくても大丈夫です。まあ、そんな感じで、バスの視界から上に上げてフォールで食わせる。でほとんどの魚はフォーリングでハフッと思わず口に入れてしまうっていうリアクションバイトをしてくるんですけど、重要なのはフッキングですね。落ちてくるときにパッと食った魚がこう次のリフトでやっぱ当たりを感じて、それがフッキングにもなるんで、着底したなと思ったらすぐに上げる、着底したなと思ったらすぐに上げる、ボトムで待つ必要は一切ないです。落としたら上げる、落としたら上げる。で、9割ぐらいは落ちてきたところをパッて食うんですけど、バスによってはもしくは状況によっては下から上げてくる時にも、バイトは発生します。でそのバイトの時は、比較的深く食うことが多いです。なぜならバスっていう魚は上から落ちてくるものはね、目が上についてるんで、スッて落ちてくる瞬間の映像がルアーとしてこう物体が見えてる、見えてる、ぼんやりながら見えてる。でも下から上がってくる時っていうのは視覚から全く見えないところからパッと目の前に現れるんで、思わずバイトっていうのは上から落ちるよりも下から上がってくる時の方が、思わず食う。その時は、とっさに口を開いてのバイトなんで結構飲まれることが多いです。で、あ、飲まれてるなと、バイトが深くなってるなと思ったら、上げる時に食ったなっていう可能性が非常に高いんで、上げる時も気を抜かないようにアプローチを続けるっていうのが大事ですね。